橋大輔、2人が初めて組んだシーズンのリズムダンスを披露です。非常に余裕が出てきて、なるほど、そうすごくこう楽しい曲調なので、それがすごく現れていて余裕があっていいなっていう感じますね。まさに高橋本人もその成長であったり変化であったりを見ている人に感じてもらえると嬉しいですと、そんな話もしていました。そしてザ・アイスは高橋大輔にとっては6年ぶりペアで出るのは初めてということで、ザ・アイスの新人という気持ちを持ってやりたいとそんな話をしていました。そうですね。